ハローミリタリー、ワイパーの中村です。鈴木です。はい、久しぶりに来ましたよ、鈴キングと一緒に、はい、ミリタリーウェアハウス。これ何気に僕あの海外入荷久しぶりでしょ。映るのしかも初めてなんですよ。あ、そうなの。あ、そっかそっか。最近戸高コンビでやってるからね。そうで、しかも今回なんとこちらとこちらなんですね、はい、スバルも、はい、前回ラジオであの登場してるからおなじみになってくるであろう、うちの新人スバルも一緒に来てます。はい、なんで今回贅沢に2カメ対戦でございます。はい、どんどん贅沢になっててますね。はいはい、で今回ですね、カナダとアメリカとヨーロッパの、3カ国から同時に入荷しているということで、はい、結構、レアなアイテム。いや、かなりすごいですよ。今回は新ネタから再入荷という、しかも、はい、今日残念なことにまた雨なんですよね。だからちょっと室内でのお届けになると思いますけど、今から皆様にお届けしたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、ということで、今回こちらですね、まずヨーロッパの便から。今回ヨーロッパすごいですよね。量が多いですね。さっきインボイスパッドしか見てないんでまだあれですけど、結構新しいものがあるなっていう。あ、確かに。中村多分初見のものが多いです、うん、今回。今回新商品と、あと、ね、人気のものの再入荷とかもあって、はい、商品の品目としてはかなり多くなって、うん、今回はすごい。ということで、じゃあ早速開封していきます。はい、はい、ちょっと熱くなっちゃった。はい、ということで、びっくりした、裸になったかと思った俺はちょっと今素手に見た振り返り、いやいや、さっきね、ジャケット着てて今暑いって言って脱いだじゃないですか。パッと見たら裸になったかと思った、マジでどんだけ暑いと思ったけど、しかもなんかね、そう、マイクでここボンってそう、膨れてる、はい、そうそう、びっくりした、はい、マッチョな人が裸になったかと思ったけど、はい、チョコチップね、はい、チョコチップ、さすがっす、はい、ということで、はい、はい、あ、こちら、あれですよ、これはガーメントケースがついてますが、おー、スペインだ、スペインのトレンチコート、はいはいはい、わかります、懐かしいですね。こういうタイプ、まあ、画像あると思うんで、リストックですね、じゃあこれは、はいはい、バッジがついたアイテムになってます。うんうん、すごいっすよ、うん、ケース付きというかカバー付きですからね、はい、あ、これはニューでしょ。はい、ルーマニアの DPM。 いや、これ思ったんですよ、だから俺パッと見に何もインボイス見てなかったら絶対イギリスっていう。確かにルーマニアなんですよね、うん、なんていうか、この結構細かい張りのあるリップストップの生地で、まあ、イギリス軍の DPM パターンを踏襲しています。まあ確かに RO482 だから完全にルーマニアのサイズ表記ですもんね。で、こうベルグロ止めで、ファスナー仕様になって、面白い、まあ、BDU ジャケットっていうことですね、はいはい、まあ、ちょっと現代的になってます、うん。あ、こいつも嬉しい再入荷。はい、こちらはですね、イタリア軍のデニムパンツですね。はいはい、しかもなんかそのエチケットっていうか、そのあれ何、すごいね、ジーンズって書いてる、オリジナルフィット。そんなタグ綺麗についてるやつ初めて見た。まあ、これ見えるかな、こちら、ポケットに刺繍が入っております。なんて書いてあるの、 AN、 イタリア軍のデニム、再入荷したらですね、すぐなくなっちゃう人気アイテムなんで、これ今回結構また枚数、一応これ新品コンディションなんで、でしょうね、これ、まあ、あのストーンウォッシュがかかったような少し、青いインディゴの感じなんですけど、かっこいいんじゃないですかね、こういう感じです。わけど結構今見るとこうウエスト大きめもあるから、うん、あのオーバーサイズで太く履くのもありかもしれない。確かに、あの結構ですね、ちっちゃいサイズが、そうですよね、今まで多かったんで、うん、待望のビッグサイズ入荷しております。お楽しみ、はい、はい、で、ああ、これはもうおなじみですね、かわいいやつだ、イタリアのリトングローブ、こういうそうです、こういう、これここのやっぱね、この刺繍がかわいいんですよ。刺繍というか、なんだろうな、これ何のためにつけてるかわかんないですけど、この赤のステッチが2本入ってるって。ちょっと季節は外れましたけど、まあ絶対今後見てもいいアイテムだと思います。あ、こちらもまたまたルーマニア、はい、で先ほどのジャケットと同素材のパンツですね、はい、こちら、これなんだろう、素材はコットンとポリエステルなのかな、これもその結構張りのあるリップストップ生地、そうですね、わかるかな、リップストップのこの格子の感じ、こういう感じになってます。結構シルエットは太い気がするっすね、うん、まあ、こういう、うん、上下で見えてうるさいですね。いやいや、まあまあけど珍しいな、ルーマニアのストレッチ初めてだから。あ、これは次いいですか、これ多分あれじゃないですか、またまたルーマニアじゃないですか、これ。これはポーランドじゃないですか。あ、ポーランド？ポーランドのゴアテックスのセットアップ。あ、そっか、ポーランドだったか。はい、うわ、すごい。あ、しかもセットアップスーツスタイルだからもう上下一緒に梱包されてるんだ。
え、ポーランドのこの迷彩もまた珍しくない？そうですね、これうちあったかな、ポーランドの迷彩ってプーマ迷彩とかがポーランドといえば思いつくんですけど、ちょっとこれプーマ迷彩じゃない？いやいや、全然プーマじゃないですよ。これフード取り外せますね。ジェネツっぽいけど。で、おそらくこれ今見る感じライナーも取り外し可能なんじゃないですか。あ、いいですね。ああ、だい、そうですね。取り外し可能なフリースのライナーついて、エコシーチームテープ。はい、これですね、あの先ほどゴアテックスって言ったんですけど、あくまでもですね、この防水透湿のメンブレンの PTFE という素材は使っているんですけど、厳密にはゴアテックスではありません、はい、なのであのよくあるそのなんちゃらテックスみたいな一応防水透湿の生地になっています。そうですね、はい、でまあ、一応こういう全部ですね、シーリングが貼ってあって、ちゃんと防水性も確保されています。でさらにタグ付きの、デッドストック未使用品ということで、はい、まあ、高機能であることは間違いないということで、はいはい、で下に関してはこういうふうにオーバーオールタイプ、サスペンダー付きになっております、うん、これセットで販売するか別々になるかわかんないですけど、まあすね、一応こうセットでの入荷になっております。はい、はい、では続きまして、これはですね一応イタリア軍のアイテムらしいんですけど、うんうん、ちょっと、実際初めて開封してみたんで、なんとも言えないんですけど、一応このメーカー品になってるんですよ ね、なんでもしかしたら現代のアイテムなのかもしれないんですけど、はい、パノプライって書いてますかね。何これ、どの形すごくない？しかもなんか説明書みたいなのが入ってる、はい、こういう感じで、まあ、ライナー付きのナイロンのジャケットになりますね。イタリア軍のアイテムらしいです、まあ、これちょっと初めて見るので、調べてみたいと思います、はい、はい、続いて続きましてこちら、はい、あ、これは見るからイタリアのこのブルーの、そうですね、オーバーオール、モールスキンで昔あったパンツの素材とめっちゃ似てますこれ、うん、でもモールスキンじゃないですかこれ、違うか、これでも確かこういうような、コットンサテンの生地、うん、ネイビーの、確かジャケットとか、パンツあったと思うんですけど、それに近い素材ですね。なんとも言えないこの光沢があるじゃないですかこれ、だってツヤ感のあるやつ、うん、そうですね、あの確か、以前あったのはモールスキンのタイプとこういうサテンのタイプがあったので、はい、まあ、それはサテンのタイプに近いかな、オールインワンつなぎですね、かわいい。でさらにこれ面白いのが後ろ見せてください、はい、ベルトになってるんですよこういう、こんな感じで、ウエストを縛れるってことですか、絞って、これなんか女の子とか着ても可愛いじゃないですか。まあ確かに。これいいですね。これ多分新ネタですよね。これ新商品です。ああ、やっぱり。しかもこのクラシカルなボタンフライの前立て。もうこれいいですね。まあこの不便な感じの古臭いデザインかっこいいじゃないですか。うん、後でちょっと着てみたいですね。はい。はい、じゃあ続いて。続いてはですね、こちらですね。こいつは、ルーマニア。ルーマニアのバックパックあると思うんですけど、それのネイビーバージョン、ちょっと重たいですねこれ。よいしょ。あ、束ねてあるから。よしよしよし。あれでもネイビーとかあるんだ。俺なんかネイビー初めて見たやつなんだけど。まあうちの中でも取り扱いとしては初めてですね。あれの色違い、今あるタイプの色違い。そうですそうです。あのレザーキャンバスの、はい、こうなんか手書きで書き込まれてるから、多分状態としてはユーズドだと思います。けどまた味が出ていい感じですね。うん、まあ、普段取り扱いあるオリーブもいいんですけど、これはこれで結構そのエイジングされたネイビーの色合い、当たりが出て風合いが出ていい感じだと思います。よし、はい、こういう感じでございます。この使い込まれたヌメ革の質感もいいですよね、はい、色味が個体差がありますねこれも、はい、鮮やかなブルーからナスコンみたいな、これとかすごいナスコンじゃん、まさに。あ、確かに、ね、こんだけ色が違いがあります、はい、雰囲気抜群、これ好き系ですね、これいいですね、うん、はい、はい、これはあ、これもですね、イタリア軍です、はい、サブマリンのボンバージャケットって言われてます、ね、ああ、はい、まあ、まさにこの MA1 を彷彿とさせるような、こういうリブのネックとフラップポケット、さらにこういうユーティリティポケットが、存在します、これスナックシルエットが良さげですね、しかも、うん、身幅太めで丈短め、でさらに取り外し可能なライナー付き、はいはい、まあ、ここら辺はあの以前紹介した、イギリス軍のユーティリティジャケットとかにも近いような、ブルゾンとライナーが合体したデザインになっています。良さげですこれ、中村さんに似合いそうですね、好き系だこれ、はい、まあ、いろいろ後で着てみれるんでしょうか、はい、後でですね、中村のコーディネートコーナーしたいと思います、
今日は鈴木もいますからね。はい、続いてこれは下かな、はい、はい、こちらは、シャツだな、ルーマニアの今度は同じ DPM の今度シャツでございます、今回ちょっとルーマニアいろいろ新ネタ多いですね、はい、しかもちょっと着丈長めなセットインの前提ですかね、これ、はい、でこれに関しても、素材はですねリップストップを使っています。うーん、うわ、ウエストが結構シェイプされてるからもう本当セットインのあれですね、細いこうなってますね、うん、これはインする前提のデザインです、ね、うん、でしょう、米軍にありがちなシルエット出してます、これ今回だから、はい、あのルーマニアはジャケット、パンツ、シャツでさらに T シャツもあるみたいです。 T シャツあるかな、あ、いや、ありました、ありました、さっき見ました、こちらじゃないですか、はい、おお、ちょっともう馴染みにできましたけど、このカモが、いいな、これ、ただこの T シャツにしては珍しくないですか、 T シャツのディテールでエポレット、エポレットがついてる、1枚で着れる T シャツです、ね、すごっ、初めて見たんだけど、うん、T シャツにエポレット熱帯地方とかでこれだけ1枚着るんじゃないですか、あ、そういうことか、いいですね、面白いですね、はい、こういう感じ、鈴木もう今日似合いそうじゃない、そうですね、はい、はい、で続いてですねアメリカ、あ、まあ、アメリカは最後にしましょうかね、これそうですね、今回アメリカ日はすごいボリュームとしては少量なんですけど、その代わりめちゃくちゃスペシャルな内容ですもんね、はい、まあ、これちょっと最後のお楽しみなんで、はい、最後まで動画をお見逃しなく、はい、はい、お楽しみに、では続いてカナダの荷物に行きたいと思います、はい、はい、ここからカナダです。カナダはね、さっき自分でも結構あの開けたんで、あれですよ、ある程度把握できてますよ。はい、こちらは前回のカナダでもおなじみですね、ミンのプルーフオーバーパンツがまた結構な本数入ってきました。とは言っても前回結構そのサイズに偏りがあってちっちゃいサイズが多かったんですけど、今回見るからに大きいサイズあります。お、いいです、ね、これとかちなみにだってもう XL ロングですよね、 XL ロング一番でかいんじゃないですか、すごいです、そう、前回は S とかがメインだったんでちょっとウエストがちっちゃいよっていう人も結構声としてはいただいてたんですけど、今回約500本近く入ってるんですよ、お、ね、確か、だからおそらくですけど今回大きめのサイズが結構あるかもしれません、お楽しみに、はい、はい、そして、続いてこちらもオーバーパンツかな、いや、そう、今回のこのね、ビンはちょっと珍しい梱包の仕方で上は大体オーバーパンツなんですで、実は掘り下げると下に違うネタが潜んでるということで、はい、フェイントで入ってました、はい、こちら来ました、これ、はい、今回メインじゃないですか、結構、あ、これも目玉だと思います、はい、はい、さて、せーの、はい、はい、何かと言いますとフランスの64パーカーですね、はい、しかもこれ絶対デッドでしょ、コンディション的に、はい、デッドストックの64パーカー、しかもライナー付きフルセット、しかもこれサイズ良さげなサイズじゃないですか、ね、まあ、自分にとってはおそらくちっちゃいサイズでしょ、あ、やっぱ 92C だから着丈が短かったもん、はい、これもですね、うん、このコットンサテンの生地感といい、まあ、なんだろう、フランスユーロミリタリー版モツコートと言われてるじゃないですか、こうつけて、ね、うん、でどん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 今あのネタが少なくなってきてるんで、しかもサイズも選べなくなってきてる中でこのデッドコンディションでいいサイズはもうなかなかないですよ、今後フィールドパーカーで多分米軍の次に人気のアイテムは多分 M64 だと思うので、ですよね、はい、これがそのデッドストックというのは非常に貴重だと思います、いやーいいですね、はい、これちょっと今回中間サイズあったら買おうかな、思います、これもでも確か100、200ぐらいはですよね、はい、ある程度まとまった数入ってるので再入荷通知をしておくといいことがあります、これはお見逃しなくです、間違いなく、あ、ただこれは珍しくちゃんと上に来てますね、じゃ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 んじゃんじゃん、はい、ライナー、イギリスのキルティングライナーですね、あ、なるほど、はい、これはボタンタイプとベルクロタイプがあるんですけど、うん、こっちはベルクロタイプですね、はい、はい、こちらも再入荷ですね、これは以前特価で出したアイテムですかね、ベルクロの方出した、あ、そっか、そうですね、そうそうそう、はい、でだいぶサイズも欠けてたんで今回リストックということで、はい、かわいいですね、これ裏返して着るといいんですよね、このタグが背中側に来るので、うん、はい、イギリスからカナダなのに結構フランスとかイギリスとかいろいろ入ってやっぱカナダ、まあ、前回も言いましたけどやっぱなんかイギリスとつながってんじゃないかなっていうアイテムのねディテールとかデザインが、はい、カナダ軍はイギリスベースのものが結構イメージ的に、そしてはい、はい、続きましてこちらデデデン、ほらだってまた次、なるほど、はい、イギリスのロイヤルメルのベルトですね、はい、これは結構人気のアイテムでしたね、これは今全部欠けてますね、サイズが再入荷で加工が開くと思いますけど、はい、いいんですよ、これ、はい、金のバックルとで細めの、うん、この太さのやつですね、で実はここにちゃんとこう刻印っていうかあるんですよ、ロイヤルメール見えますこれ、こ
これ確か、しかもなんかそのイギリスの中のどっかのどの国だったかな、どこかの国のロイヤルメール、あの、はい、郵政局のやつだったはずで、裏にこうやってちゃんと、また見てください、これリアルレザーボンディングボンデンレザーライニング、ですね、リアルレザーとー、ボンディング、要はサンドして、はいはい、合皮が貼られてるってタイプですね。そうそう、でメイドイン UK、はい、この細さがですね、結構あのスラックスっていうかオフィサーパンツと相性が良くて、うん、自分はバラックパンツの時にこれこの間入ってましたね。これも結構な数入ってるので、これいいですよ、金額もお手頃だし、うん、気軽に取り入れたい実物も、はい、まあ、ロイヤルメールなんで厳密には軍ではないですけど、まあ、はい、もうベルトになっております。はい、はい、であとこれですね、今回10枚だけなんですけど、ちょっとまだ見つけきれなかったんですけど、あれが入ってます、 AFV の、タンカースの、オーバーオールです、ね、はい、ごちいやつですね、はい、あれうちでも販売してたけど今在庫あるのかな、あのちょっとだけ再入荷してます、まあ、ちょっと見つけきれなかったんで画像を置いておきます。はい、はい、ということで今回は、カナダこちらになりますね、すべて、はい、ということで、じゃあ続いて最後、はい、米軍のアイテムのご紹介です。アメリカからですね、荷物入ってきたんですけど、何かと言いますとこちらです。じゃじゃん、出ました、はい、M65 のフィステルパーカー、そしてさらに、ライナーまでついております。え、これフルセットですか今回、フードも別で、フードあるのかな、フードがあると思ってたけどフードついてないですね、どうなんだろう、あ、そうなんですね、いや、わかんない、あのちょっとこれですね、実はこの箱以外にも結構入っててまだ全部開けきれてないんですけど、まあ、けどそうですね、これは見るからにもうライナーとシェルのセットですもんね、はい、本当だ、もしかしたらフードが別で箱に入ってるかもしれないんですけど、まあ、一応ですね予定としてはフルセットで、入荷しております。まあ、これもですね、一応ユーズドコンディションなんですけど、まあそんなに数はないので、近々再入荷販売する予定になっております。お楽しみに。はい、ということで、今からですね今回入荷してきたアイテムでそれぞれ気になるアイテムをですね、着てみたいと思います。はい、はい、これなんですか、最近のコーナー、そうそうそう戸高中村コンビの時にやり始めて定着させようとして、なるほど、実際に着てみようというスタイル提案をさせてもらいます。じゃあ行きたいと思います。はい、
はい、ということで、今回ですね、こちら、最後ですね、米軍のアイテムですけど、はい、今回3カ国からの入荷でした。どなたさんでしょうか。ラジオという、今回という先日、あれ、ラジオさせていただいた、どんどん演者になってきてるじゃないですか、スバルさん。いや、もう本当にありがとうございます。よろしくお願いします。ちょうど160、170、180揃ったんで、そう、はい、そう、いいサイズが揃ったってことでね、そう、はい、ちょっとカメラ撮ってもらってたんですけど、うす、もう出ちゃいないよ、はい、もうモデルとしてもデビューしております。すごい、頑張ります。はい、はい、ということで、今回もですね、検品が終わり次第随時再入荷、新商品、発売という感じで、スケジュール出てますので、今回ですね、ご紹介した商品販売までしばしお待ちください。はい、はい、ということで今回終わりたいと思います。はい、はい、今回の動画がもしよかったなと思う方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。他にも SNS 頑張っていますのでぜひチェックしてみてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。